ご報告するで。で、今日は天津飯です。もう一番好きな中華料理といえば天津飯ですね。あとブロッコリーと漬物がありますけども、それではいただきます。これ、ナルトが入ってるんですよ。ナルト、ナルト天津飯って初めて食べるけど、うわぁ、うまいわ。なんともないな、これ食べるな。昨日ね、親父の手術があって病院に行ったんですけども、結局9時間待ちましたね。9時間、もう状況が分からなくてずっと座って待ってるだけだから長いなと思いますけど、結果腎臓1個摘出して癌の部分もありましたね。その摘出した腎臓も見せてもらいますけど、確かに癌の部分がありましたね。今病院は面会できないですよね。初めて知ったけど、昨日はスーツだったからマスクしてこんなシーツつけていましたけども、あれも大変だ。で、今日面会できるかなと思って病院行ったんですけども、病院からの連絡がない限り面会はできないって言われたんですよね。それまあ、プラスターになっちゃうと大変ですからね。で、昨日もね、昨日中か、まあ、両親とも入院してるんですよ、同じ病院で。まあ、差し入れとか洗濯物は無口に行って病棟の看護師さんが持って行って取りにしてくれるんですよ。もうその洗濯物とかね、お願いしてたら看護師さんがすぐそばに来て、今日は何ですかって言って、ダイヤ差し入れですとか言って、看護師さんよく名前覚えてくれてるんですよ。僕がガンの時もしっかり名前覚えてくれて、こっちが知らない看護師さんもこれを知ってくれてるんですからね。そういうの助かりますね。本当、母親は大腸がんだし、父親は腎臓がんだし、俺は鉄がんだし、おじさんは胃がんだし、がん家系なのかな、これ。今週は歯医者行くんですけど、今はね、口が2.2 センチしか開かないですよ。普通は指3本入るんですけど、僕は2本で精一杯だ。
なんで、お寿司が食べられない。頬張ることができないですよね。これは地味に辛いですよね。やっぱり口を大きく差し上げて食べるのが一番うまいから、それができないから、そうやっぱり食べるのがね、しんどくなるんですよね。味覚といえば、幼稚園の時に回らないお寿司屋さんに連れて行ってもらって、エビを初めて食べたんですよね。茹でたエビなんですけども、こんなうめえものがあったんだなって思いましたね。お寿司屋さん、この間動画見てたら裸の大将やってたんですよ。ああ、いいなと思って、俺も今年の夏はタンクトップ着て徘徊しようかなと思ってるんですけどね。毎年やってたんですけどね、前になってからちょっと行けなくなって、今年は裸の大将復活するかな。昔よく行って山行ったんですけど、子供の頃、小学校の年生ぐらいか、みんなでチャリ乗って山登ったんですけど、帰り際にすごい下り坂なんですよね。帰りにね、そいつの自転車のブレーキワイヤーがピーンと切れちゃって、ブレーキのないまま急な下がりに入っちゃって、助けてくれーとか言ってるんですよ。でもどうにもできないしね、見てたら足で地面をこすりつけて必死に止まろうとしてるんですけど、まあ最終的には助かったんですけどね、靴が溶けて穴開いてたな急に思い出した話なんですけどね。ね、ビールは寒くてもね、何もでも飲めちゃうんだよ。僕はね、餃子の王将と大阪餃子、
比べたら餃子の王将の天津飯の方が好きなんでしょうね。王将行ったら必ず餃子と天津飯食べますね。家でこうやって作る天津飯も美味しいですけどね。今日はカレーパン食べただけで何も食べてなかったからめっちゃうまく感じますね。カレーがうまいわ。今の食べる時の幸せは病院の食堂で食べるカレーライスが美味しすぎてもう行くたんびに食べるんですけどね。とにかく美味しいんですよ。天津飯といいカレーライスといいご飯に絡めるとうまいな。さあラスト100万だけです。いきますよ。うまい。今度はカレーライスかハヤシライス食べたいね。うまいよ、どっちも美味しいもんね。ああ、もう食べた。それではごちそうさまでした。おやすみなさい。グー。